立ち名不明は、平安時代に作られたとされる、日本刀である。日本の重要文化財に指定されており、三重県伊勢市の金剛商事が所有する。源義朝金剛商事元太刀は無名である。ため、刀工の古名は不明である。江戸時代には、女包みの作と極められていたが、古社寺保存法による国宝指定時は、電気地方とされている。女包み。 吉地法とも一文字派以前の美前国古美前派の投稿であり、よくその特徴が現れている。自伝及び勢い非五臨意境では、源義友の廃用と伝えている。1159年の平時の乱の敗走の末終わり国地多軍の間にて、義友が殺害された後は、同地出身で、のま一万金丹の発明者である。 鎌田宗助が所有していたところ、金剛正寺中高の祖である、鎌倉県長寺五世の仏千寺東学部の明が、明徳三年に、同時の最高に尽力した頃に同時に寄進されたと、伝えられる。勢い非後林異教には、右、馬頭玄義朝たち一腰、備前国女み作として記録が残されており、教法年間には、本阿美氏に命じて、審議を極められた上で、 当時の聖夷大将軍である徳川吉宗の上乱に強制られている。同時は、慶長2年、慶長13年、文化元年、1887年に火災に見舞われたものの、元太刀は、現在も同時に保管されている。古来吉友廃王の立ちとして知られた由一書の特殊性から、1913年4月14日に古社寺保存法により、 国宝の資格あるものとされ、1950年8月29日の文化財保護法施行後は重要文化財となっている。古社寺保存法による指定時には、立命不明電気地方こしらえ黒漆立ちと表記されていたが、文化財保護法施行後は、立命不明府、黒漆立ちこしらえと表記されるようになっている。また、立、命不明電気地方、 腰らえ黒漆立ちのように記載される場合もある。波長は、84. 8 4 8トルそれは3 7センチメートルしのぎ作り、いおむね、腰ぞり深く、二筋どいが掘られ、踏ん張りのある立ち姿である。地鉄は、痛め肌に、小判目が混じる。波紋は、長寿乱れ、無名。長期間寺院にて保管されていたこともあり、茎は、西部。 目釘穴も一つのみで、健全な姿が保たれている。寺木の、吉友子をた立ち修復目録では、元禄十年6月頃の装飾が記録されている。それによれば、黄金は、尺道車庫丸内金三白、猿では金、人どめは金、目抜きは、尺道丸内金蔵二三柄管は、萌え木金入り、糸は、根点が十、円は、 尺道尺庫金三拍、霧りは金、大霧りは尺道、つばひは尺道円金三拍金、大つばは尺道円金は金、一の足は尺道金三拍、二の足は尺道金三拍、足管は萌木金入り、層先は尺道尺庫、層の門は尺道金三拍、裏ゴースは金無地、帯取りは萌木金入り、帯は濁木、妙が金は 借道車古金三泊。石付は借道車古金三泊。鞘は金なし字。袋は貨食金入り蝶シンク。箱は黒漆金三泊門に糸口シンク半四分十三泊。相当箱は切りであったとされる。現在の外装は黒漆立ちごしらいであり、闘身の月として重要文化財に指定されている。ありがとうございます。